久保島誠一郎は、日本の著作家、美術評論家、美術館館主。父親は、小説家の水込みとむ。無言館東京を生まれ。海上高等学校を卒業後、深夜喫茶のボーイ、ホテル従業員、店員、手段学校の手伝いなどをしながら金をため、21歳の、時、靴の修理業を営んでいた育ての両親の店で、スナックを始めた。 支店も出し、画廊を経営するから、本店を小ホールと喫茶店に変え、1964年に小劇場キットアイラックアートホールを設立。1979年に長野県上田市に品野デス山館を設立。1997年に同地に無言館を設立した。1998年、無言館物語で第46回産経児童。 出版文化賞受賞。太平洋戦争に出征した、科学生や溶接した画家の生涯を追った著作や、父との再会や晩年を語る作品で知られる。小説も書いた。幼い頃、父、水上務とは別離する。1977年に、父と再会し、劇的な親子の再会として、マスコミを賑わせた。 なお、実母は久保島を手放したことを生涯介護し、1999年に自殺している。サン塚ズ闘争に社会党オールグとして関わった仮説とむわいとこ。水上光とむの命題前を歩く東京紅れ団。A.B. クワオリユイチ、ノーサイド、成田闘争論処房、2013年12月20日。110ページ、90から92.175から172。 ありがとうございます。